8時5分、宿泊していた雷鳥荘を出発します。雲は多少多いものの、絶好の登山日和です。まずは室堂ターミナルを目指します。今朝は朝焼けが綺麗でした。ここからの景色はすごく好きですが、雷鳥荘は室堂ターミナルからすごく遠いのが難点です。層が見えます。閻魔台です。地獄谷がよく見えます。御栗ヶ池温泉の横を通ります。栗ヶ池です。8時35分、室堂ターミナルに到着。コインロッカーに荷物を預け、ハイドレーションに湧き水を入れました。雷鳥荘で荷物の預かりはしてもらいますが、さすがにまたあの場所まで取りに行くのが面倒なので、コインロッカーに預けました。室堂山荘方向へ進みます。ここが登山口になります。9時5分、室堂山に向かって登山開始。登山道はこのように舗装されて歩きやすいです。室堂山は富山県の室堂平にある山で、標高は2668m です。眺望がよく、立山カルデラ沿いには展望台があります。展望台からは薬師岳や白山、有峰湖、熊野平、野口五郎岳などが見えます。室堂駅から徒歩1時間半で山頂まで行ける、初心者でも登りやすい山です。そういえば、今まで登山するたびに足を痛めています。でも今日は違います。YouTube で他の人がアップしている山の歩き方の動画を見てきました。どの動画を見ても同じようなことが言われていました。それらの動画から私なりに解釈した結果、息が切れないくらいにゆっくり歩くです。どの動画を見ても歩幅でゆっくり歩くが重要と言っています。それに加えて私は息が切れないをプラスしました。単純ですが、これが意外と大切で、この動画を作成している現時点、足を痛めることがなくなりました。登山開始時は
今から登れるワクワク感と、まだ軽い足取りからついつい急ぎ足になっていました。それが数分後には息切れになり、強いては足を痛める結果になっていたのですね。もちろん登山なので疲れはします。これだけ整備されているとスニーカーでも来れそうですね。でもやはり登山道です。ここからがレバーになります。さすがにここからは登山靴でないと無理ですね。ただ急勾配はないのですごく登りやすいです。登山というよりハイキングといった感じですね。ここが妙土山との分岐点です。まずは室堂山の展望台を目指します。ほぼ平坦な道を歩きます。9時45分、展望台に着きました。ここまで40分です。標準コースタイムが45分なので少し早く着きました。ここにいた夫婦の写真を撮ってあげた後、この辺をうろうろしました。展望台を示す表示板です。山と名がつくので山頂を示す三角点か何かあると思っていました。でもどこを探しても見つかりませんでした。ここでしばらく休憩しました。行動食は最近お気に入りのゼリーです。次は妙土山に登るのですが、なかなか出発できませんでした。そのわけは、この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。